平野の仕様が嘘書いたジャニーズが海外進出できない発言を否定。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野の仕様がキング。 リンチェを脱退した理由に関してジャニーズ事務所が海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございませんとコメントしたことを一部スポーツ紙が報道報道。これにネット上の金プリファンから批判が相次いでいる。平野はジャニーズ事務所との契約終了約1時間前にあたる22日午後11時頃、ジャニーズ公式モバイルサイトのブログ連載。 ショータイムを更新。そこには、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、ショー。原文ママ、イカドう。とあり、デビュー時より金プリが掲げてきた海外進出を叶えられなかったことを、ごジャニー北川前社長にわびる内容が綴られていた。 また、できないと言われたら仕方がない、という数踏みから、ジャニーズ事務所藤島ジュリー恵子社長が、平やらメンバーに、海外進出はできない、と告げたのではないかと受け取るファンは多い。そのため、ネット上で、やっぱり、ジュリー社長に、海外進出できないって言われたんだね。夢に向かって頑張ってきたメンバーに対して、よくそんなこと言えるね。 最後に、くんから真実を聞けてよかった。ひどい事務所だね、とジャニーズ事務所に否定的な反応が相次いだ。しかし、東スポウェブ、記事は事実確認を行った結果、ジャニーズ事務所から海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません、との返答があったと報道。これを受け、ネット上では、嘘こけ。 保身のために平野が嘘ついたように仕向けるな。はあ、潮君が嘘つくわけないじゃん。誰も事務所の言い訳なんて信じないよ。厳しい、といった事実なくても、できない、とは言ったんでしょ同じこと、と、やはり事務所に批判的な書き込みが続出している。 ここ数日は金プリ激動期とあって多くの金プリファンがピリピリしているようで一新したグループのロゴマークに対しても賛否両論が飛び交っているようだ。ジャニーズ事務所は23日新アーティスト写真と共にロゴを公開。これまでの上にあった王冠の枝分かれが3つから5つに変化しておりファンからはこの5つのトゲトゲは5人のことだよね。 離れていった三人の存在をロゴに残してくれてありがとう。王冠じゃなくてティアラ、ファンの故障、かなイコールファンってことだったら嬉しい、などと好意的な声も、あーも。一方で中には五人が頑張ってきた証だからロゴは変えないでほしかった。そんなに生まれ変わったことをアピールしたいならグループ名も変えれば 誰の判断か知らないけどロゴをティアラに変えるなんて腹立たしい。そんなに6人や5人のキンプリを忘れさせたいのと複雑な感情を訴えるファンも見られる。今回、平野の、できないと言われた、という主張を否定した格好のジャニーズ事務所。メンバー脱退で悲しみに打ちひしがれるファンが多い中、これ以上、事務所が信頼を失わないといいが、 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。